はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、シャイニートレジャーの人気カードたちについて調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はピカチュウ S です。メルカリでの高値では4000円での取引がありました。購入相場的には2400円から3500円での取引がありました。2枚目はミュー EXSR です。高値では9700円での取引がありました。購入相場的には6500円から8500円での取引がありました。3枚目はリザード EXSR です。高値では16700円での取引がありました。購入相場的には13500円から15000円での取引がありました。4枚目はサーナイト EXSR です。高値では7000円での取引がありました。購入相場的には4500円から6800円での取引がありました。5枚目はボタン SR です。高値では4300円での取引がありました。購入相場的には3200円から4200円での取引がありました。最後はナンジャモ SR です。高値では19000円での取引がありました。購入相場的には15000円から18500円での取引がありました。現在でもカドショーなどで発売されているシャイニートレジャーですが、噂によると4月にまた再販があるとか。もし再販があれば、シングル価格はより下落する可能性はあると思います。購入を考えている方がいましたら、もう少し様子を見てもいいかもしれません。しかし、ナンジャモも購入しやすい価格帯となってきているため、1枚はゲットしたいですよね。今後も価格帯を調べて動画投稿していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。